皆さんこんにちは、ワンダリクルビジです。今回はハーツ・オブ・アンヤホー現代ボット、ロシアプーチンの野望リベンジ、新しく始めていきたいと思います。リベンジと今お話ししたようにですね、プーチン大統領の現代モッド、以前プレイしたんですが、ウクライナを攻略した後、フィンランドの侵略を開始したところで NATO 軍が参戦してきて中国の支援を受けたんですが、残念ながら敗退したという結果になってしまったので、今回は時間を巻き戻して NATO 軍を駆逐する、これをね、行っていきたい、チャレンジしていきたいというふうに思っています。まず情勢簡単にご紹介しておきましょう。ウクライナの情勢なんですけども、クリミア半島はまだウクライナが持ってます。なのでまずはクリミア半島の併合、これ最初にやります。で、こっからがポイントになるんですが、クリミア半島を併合した後、流れで言うと、ノボロシア、いわゆる親ロシア派ですね。これを放棄させて、親ロシア派を支援する。そういう形で一気にウクライナに宣戦布告。ウクライナを侵攻、侵略していこうという、その流れを作っていきます。これまさに今現実世界でも起きていることですよね。で、前回と違うところで言うと、まずですね、軍を大幅に強化しました。前回は、おおよそ100師団ほど用意していて、そのうち半数がですね、ちょっと力で劣る歩兵の師団だったんですけども、今回はかなり強力に作り変えてあります。ざっと見ていただいた通りですね、装甲師団、あるいは機械化師団というところでかなり強力に仕立ててあります。さらに、精鋭中の精鋭、スペツナズ。これも用意してあります。スペツナズはですね、この後、一挙にクリミア半島からウクライナに上陸させたいので、その準備をね、しておきたいと思っています。空軍の方ですが、各師団ですね、200機から300機の制空戦闘機、さらに近接航空支援機、これを配備してあります。なので、各師団300機前後の航空機の支援を受けられる情勢にしてあります。海軍の出番はしばらくないかなと思うんですけども、海軍の方もですね、艦隊を6つに分けました。まず一番強力なのがこの空母艦隊。残念ながらね、空母1隻しか持っていないので展開力は低いんですが、この空母艦隊もヨーロッパ方面に展開中です。なので、これらを使ってですね、まずはウクライナ、これを併合して、フィンランドを攻略。NATO 軍が参戦してきたら、総力戦で叩き潰すという流れを作っていきましょう。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。はい。クリミア半島併合。この国家方針が完了しました。これによって、クリミア半島が我々のものになりました。なので、クリミア半島に部隊進駐させます。スペツナズをクリミア半島に移動させましょう。そしたらこの後ですね、ノボロシア、親ロシア派の放棄を流します。ではまた時間を進めます。はい。親ロシア派が放棄しました。放棄すると同時にですね、ウクライナと紛争状態になっています。なので、これにまず介入しましょう。この介入をね、スムーズにするために近くに部隊を展開しておいたので、これで、まずは、ノボロシアを支援。この後、ウクライナに宣戦布告する準備を始めます。では、親ロシア派の支援のために、ロシア軍をドネツクまで進めましょう。これによってウクライナがノボロシアをね、殲滅するのを防ぐ狙いです。では、ウクライナに対して宣戦を布告しましょう。このウクライナに対してはイギリスとドイツが独立を保障しているという状態なんですけども、これ無視してですね、戦線を酷します。NATO 軍を呼び寄せてしまう可能性もあるんですが、これ速攻で落としましょう。速攻することでドイツやイギリス軍がこのウクライナに入ってくる前に決着をつけたいと思います。まず進軍ルートなんですが、なんといってもですね、スペツナズ。これを一気に侵入させましょう。これが一番のミソですね。さらに、ノボロシアを支援していた部隊ですね。これもですね、一気に、ドネツクから進撃を開始。ウクライナとの国境沿いに展開していた部隊なんですが、これは、キエフまで侵攻を開始します。では、時間を進めましょう。これによって敵国にドイツとイギリスが加わった対戦になります。スウェーデンが我々に武器を供与してくれますね。これなんでこんなことが起きるのか。現実的にはちょっとありえない展開だと思うんですけど、ひたすらにですね、外交を展開しました。これによって、イラン、カザフ、ウズベキ、トルクメ。このあたりは完全に我々の方を支援してくれる形になっています。中国ももちろんそうですね。そして東南アジアにも大きく外交を行って、味方になってくれるように働きかけを行っていました。これによって、我々の方を表立って支援してくれる人たちが増えていますね。はい、ウクライナを降伏させました。ウクライナの全土を併合していきます。はい、ウクライナ全土併合を完了しています。こんな感じですね。資源だったオデッサ地区の方も完全にロシアが併合。傀儡政権とかではなく併合という形です。ただ戦争自体はですね、ドイツ、イギリスとの戦争が継続してしまうという形になりました。残念ながらですね、時間が経てば経つほど、NATO や、EU 側ですね、これに加わる国がどんどん増えていくので、仮にこのドイツ、イギリスが今回はウクライナに対して独立応酬を行ってましたけども、これが増えていくだけなので、ちょっと危険を承知の上で、ウクライナを併合したというのがここまでの流れです。では続いてなんですが、標的をフィンランドに定めます。フィンランドに対して、これも戦線復帰の準備を始めましょう。フィンランドは何がいいかというとですね、もちろん鉄やタングステンが取れるというのはあるんですけども、フィンランド自体がまだ NATO に加盟していない。そして、どっからも独立保障を受けていないっていうのがあるので、このフィンランドを取れればですね、バルト海を蹴るロシア海軍の、そのプレゼンスが圧倒的にね、増えてくるというのがあるので、ここに侵略目標を定めたいというふうに思います。スペツナスの方も、このフィンランド攻略に向けてですね、カリーニングラードに入って、一気にヘルシンキ、ここを狙える体制を取ります。ではまた時間を進めていきましょう。はい。フィンランドへの攻撃準備進めてるんですが、フィンランドでちょっと面白いことが起きてます。イギリスとドイツがですね、このフィンランドに対して、独立保障をかけてくるのは自然の理だと思うんですけども、ここになんと、日本が加わってます。これ日本と戦争になりますね。日本人としては日本余計なことをしたんじゃないかなという気はするんですが、このフィンランドへの宣戦布告の準備をしているというのを察知したイギリスとドイツがフィンランドに独立保障をかけるのはわかるんですが、日本がここに加わってるというのがちょっと面白いですね。時間進めます。では、フィンランドに対して宣戦を布告します。これによって、イギリス、ドイツ、日本と戦争になりますね。ちょっとこの日本との戦争というのは全く想定していなかったんですが、日本が独立保障をかけている以上ですね、これはもう先端を開かざるを得ないというのもあるので、極東アジアに展開していた部隊、主にウラジオストクですね。ここに展開していた部隊と艦隊、これを動かしていきましょう。まずは日本海に艦隊をしっかりと展開します。こんな展開は予想してなかったんですけどね。そして、フィンランド方面ですが、陸軍を動かしていくのと同時にですね、カリーニングラード、ここから精鋭部隊スペツナズを動かしましょう。では、時間を進めます。南米諸国連合。これが参戦してきましたね。日本、ブラジル、イギリス、ドイツ、フィンランドが敵国です。ヘルシンキを取ればフィンランドの抵抗をくじくことができるというので、最優先でヘルシンキを狙います。ここにはね、スペツナズを派遣しています。あとはイギリス、ドイツ。これがですね、フィンランドの支援に入ってくるというので、これが入ってくる前にどれだけ先に、部隊をね、進軍できるかというのが一つ大きなポイントになるかなと思います。ドイツ軍がヘルシンキに上陸しましたね。今、ちらっとですが、ドイツ軍がいるのを確認してます。はい。では、フィンランドと戦線を開いたところですが、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回日本も加わったフィンランド、日本、ブラジル、イギリス、ドイツと戦争をしていきたいと思います。